カルメン故郷に帰るは、1951年の小竹、大船撮影所制作の日本映画、及び高峰秀子による同名の主題歌。ほぼ全編を、浅間山山6で、ロケ撮影され、国産初の装填年食映画として公開されて、話題を呼んだ。都会でストリッパーをしているヒロインを演じる、高峰秀子の爽やかな演技が光る。戦後の、 自由でどことなく軽薄な風潮と、それに対する賛否両論の世論を風刺した軽快な喜劇であり、新しい時代の映画への創作意欲が随所に見て取れる作品と評される。父子、姉妹、夫婦の情愛などが非常に丁寧に描かれているのも特徴。1989年大アンケートによる日本映画ベスト150では第52位にランクインした。 上州北軽井沢の浅間さんのふもとの村で育った娘、お金は家出をして東京にでリリー・カルメンという名のストリッパーになっていた。彼女は男性たちを魅了する裸踊りを芸術だと信じて疑わない。とある初週にお金は同僚の踊り子、マヤ守備を連れて故郷へ錦を飾りに帰ってくる。芸術の擁護者を辞任する。 校長先生は村から芸術家を輩出したと大喜び、村人たちも共に気境を歓迎した。ところが二人を目の当たりにして、村とは不釣り合いな派手な出立ちと言動に戸惑ってしまう。お金の父は彼女が子供の頃に牛に頭を蹴られ、それが原因で少し頭が弱くなったと疑っており、可愛い娘を不憫に思いうれう。村の小学校で、 運動会が開催され二人も見学に行くが、カルメンが昔好きだった田口春夫のオルガン演奏の際、大失態を起こしてめちゃくちゃにしてしまう。春夫は戦争で失明しており、妻、講師は春夫の芸術かぶりを称え、献身的に尽くすのであった。その後、名誉挽回とばかり、芸術疲労を思いつき、業者のおだてもあり、裸踊りを行うことになる。しかし、 父や校長先生は恥ずかしいやら悲しいやら。運送会社の社長で、工業主の丸十の親父に抗議に行くと、父は若い娘をおだてて搾取していると意気通り、また校長先生は親父を投げ倒して、当日は仲間と家で酒を飲む。いよいよ裸美女の乱舞、裸芸術と銘打った講演が始まり、村の男女が興味深げに見守る中、 クラシック音楽の調べに合わせてカルメンとマヤは、舞踊る。翌日、カルメンとマヤは村を離れるが、父親がギャラをなかなか受け取らないことに落胆する。踊りでたんまり儲けた、マルの銃造は、春男の借金の方に巻き上げたオルガンを彼に、返してやり、講師は涙を流して喜び、学校の校庭で自作の曲を演奏している春男にオルガンを持っていく。 カルメンの父はギャラを校長先生に渡し、本当の芸術家が村から出ることを祈り、さらにその一部を春尾に渡す。丸十の口ずさむホタルの光に見送られて、カルメンは満足げに東京へ帰っていく。蒼天燃色映画、ストリッパーらしいとギツさと、試験的なカラーフィルムでの撮影条件を共に満たす。ため、メイクも衣装も配慮が図られた戦後、 アメリカから輸入されたカラー映画に刺激され、日本でも本格的なカラー映画を制作しようとする機運が高まっていた。日本最初のカラー映画としては1937年の千人0 0人針があったが、フィルムは国産ではなかった。小畜ではトーキーに続く日本賞を目指し、富士写真フィルムと協力してカラー映画を制作することを決定した。しかし、 カラー映画には技術やコストの面で問題が多く、松竹と富士フィルムは1万1、カルメン故郷に帰るがカラー映画として満足の行く出来にはならなかった場合は、カラー撮影そのものがなかったことにして、フィルムを破棄し、従前のモノクロ映画として公開することを内訳していた。このため、カルメンはまずカラーで撮影を行い、それが終わってから改めてモノクロの撮影を、 行うという二度手間をかけて取り上げた作品となった。撮影に使われたのはフィルムはリバーサル、外式発光というものだった。これは撮影フィルム自体が肖像を持つ反転式で発色は現像液に発色剤を添加する外式で行うというもので当時カラー撮影の主流だったテクニカラーともまた当時コダックが開発に力を入れていた。 イーストマンカラーとも異なる独自の技術によるものだった。このリバーサル、外式発行方式は退職に強いという長所があったが、ネガポジ式ではないため、上映用のフィルムを大量に焼き付けるには非常に手間がかかるという短所があった。そのため、初回映画公開時には東京、横浜、名古屋、大阪、京都でのみカラー上映が行われ、それ以外の都市では、 白黒のフィルムで公開された。撮影現場には、藤川のスタッフも立ち会い、断続的に試写用プリントを確認しながら撮影が進められた。またこの方式によるカラー撮影には相当の明るさが必要なため、本作はコスト削減のため、そのほぼ全編をスタジオでなく外交化のロケーションで撮影したい色作となった。メイクもまた挑戦だった。 モノクロの時とは全く異なるメイクに戸惑う出演者も多く、リュウチシューはどんなメイクを施しても顔が奇妙な発色になるので、スタッフ一同首をかしげるほどだったという。しかし撮影と同時に様々なデータも蓄積していった。撮影に使用されたリバーサル、外式発光方式は基本的に赤と緑の発色に問題があることも分かった。 結果として映画の発色技術面は必ずしも満足の行くものではなかった。だが、総天然色映画と全面に打ち出して公開された映画の工業収入は6800万円を記録し、工業的には大成功だった。なおカラー版と並行して撮影されたモノクロ版は映画公開後に破棄されたものと長らく思われていたが、 木下圭介の死後の遺品の中からオリジナルの 16mm モノクロ版が発見された。過去にその一部は松竹ホームビデオの木下圭介 DVD ボックスに特典として収録された。2012年9月26日、木下圭介監督生誕100年にちなみ、デジタルリマスターを施されたブルーレイディスク版がリリースされ、特典として 1 6ル、mm、モもの黒板が全編収録された。なお、同年のベネツィア国際映画祭にて上映され、11月以降に日本での上映も予定されている。作中の楽曲は芸術披露をメインに設計されているため、フランツ・シューベルトの作品が使われている。芸術披露の前に一言、シューバートです。と語る場面があり、 戦後日本で英語読みが定着していたことが伺える。左から高峰秀子、小林俊子、も月優子、ありがとうございます。